はいどうも、夜食ハンター竹本明です。本日はというか本日もこちらのね干潟に来ております。今日はねここでねあの鳥大会がありまして、オキシジミという貝なんですけども、これがね全くもってね人気がない。数はたくさんいるんですよ。たくさんいるんだけど、まあ誰も持って帰らないのでポイポイ捨てられちゃうんですよ。その捨てられてるやつをひょいひょいとね拾って持っていけたらなと。なんかあれですね、あのいつも入るとこと比べてベテラン風の方が多いように思いますね。さて入っていきましょう。早速ありましたね。はい、まとめて捨てられております。これがですね本日のターゲット、オキシジミです。まあ、あのオキシジミっていう名前なのでシジミの仲間かなって思う方結構いると思うんですけども、まあ、見た目ちょっとシジミっぽいけどシジミではございません。膨らみが結構強いのと、シルエットがねシジミに比べてまん丸なんですよね。まあ、生息域はね確かにねシジミと似ている気もするけど、オキシジミっていう名前のようにその沖合に住んでるかっていうとそういうわけではないんですよ。で殻分厚いんで中はねそこまでここまでその大きくないけど、でもアサリとかよりやっぱ大きいんですよ。しかも数がすごいいっぱいいるのなのに持って帰らないんですよみんな。この間ねご紹介した潮吹きあるじゃないですか。潮吹きはね砂が抜けにくい。でこのオキシジミも同じなんですよ。砂が抜けにくい。であともう一つ欠点があって、ちょっとね独特のね風味があります。このオキシジミに関しては泥で食べられないんじゃなくてまずくて食えないって思われてるんですね。実際にね実はね僕もね数年前までそう思ってたんですよ。実はねこの貝はねあのとあるね別の野食材、誰でも取れる野食材と合わせると美味しくなる。まあせっかくなんで自分でもちょっと掘ってみましょうか。お出てきた出てきた、よいしょ。もうちょっと大きくなるんでね大きいのも取りたいんですけど、なんかでかいの出てきたぞ。なんだ君は。おお、ホンビノス貝ですね。この辺りのね潮干狩り場の人はまあこれがメインターゲットかな。このね皆さんがね掘った跡っていうのがあるんで、そういうのがね狙い目ですね。いるじゃん、じゃじゃん。あれなんならビノスもいるじゃん。いやーマジやっぱこっちの方が早いわ。オキシジミは小判ザメに限りますわ。これもそうだわ。僕のことをね知る皆さんがね夜食ハンター根性がないってねよくおっしゃるんですけどね、まあ、割と根性はない方ですね。でもさほらいざって時生き残るのさ俺みたいなタイプだと思いませんひでえこと言い出した。そうだから僕はねあのその日一番たくさん取れる、その時一番たくさん取れるものを美味しく調理するっていう方にね特化してる、そういうハンターなので、まあそういうわけで皆さんがね今日見向きもしないこのオキシジミをね拾ってね持って帰って美味しく調理してやろうじゃないかと。いる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 。あこれとかこれちょっとちっちゃいか、ちっちゃいの戻しとこう。ありがとうみんな僕のためにオキシジミ掘ってくれて。おこぼれ小判ザメ作戦でものの10分程度でこんだけ集まりました。でこれがね大きいけど、まあ、あの最大でこれぐらいになるんで、こういうのをねあの狙って集めても全然数集まるんじゃないかなと思います。これからね、帰りがけにこれをとっても美味しくするこの時期ならではの野食材をね取って帰ろうと思います。はい、というわけでですね河川敷の方やってまいりましたが、ありましたありました、じゃん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 じゃーん。こちらこれなんだと思います？伸びるという植物の、花芽ですね。これが花でこれがその、まあ、柄の部分なんですね。伸びるってねあの一番有名なあの食べられる野草の一つで、野生のネギです。だからこの下のこの辺の葉っぱとかね、これあのすごい細いですけどネギの特徴を持ってて、葉っぱをちぎってね匂いを嗅ぐとすっごいネギの香りするんですよ。伸びるっていうとこ下にねこの輪茎がついてて、これもねあの美味しいんですけども、今回ねメインで欲しいのはここじゃなくてこの花茎の部分なんです。これが輪茎球根みたいなやつで、ここが、まあ、根元で葉っぱがまあ横に出てて、で花茎がピョンって伸びて上に花が咲くよと。ここをですね今回ね使いたいなと思います。まあこれ取ったんでこの輪茎も使いますけども、分かりやすい野菜で例えると何かっていうとニンニクの芽です。実はこれね本当にねそのまま食べても結構美味しいんですよ。ちょっと食べてみましょうか。おうまい。甘くてあのネギの辛さがあって香りがめちゃめちゃ良いです。うまい、やっぱうまい。このねあの爽やかな香りと味こそがオキシジミの料理に欠かせない理由なんですね。
実はオキシジミって日本では全然マイナーな貝で販売されることもあんまりないんですけど、韓国ではですねかなり食べられている貝なんですね。同時にですね、韓国ではこのノビルを結構薬味として使うという文化があります。まあ、要はその韓国の知恵に習うというかね、そういう魂胆なわけですね。はい、まあこれぐらい取れればいいんじゃないかな。はい、オキシジミですけども泥抜きを済ませてあります。これはこの間の潮吹きと同様にブクブクをかけた状態で、一晩置いたものです。はい、ご覧の通りやっぱりアサリと比べてもこのだいぶね泥が出てるのがお分かりになるんじゃないかなというふうに思います。はい、今3回洗いました。でこれでもし泥が下に浮いたら死に貝がいる可能性があるんですけど、どうかな、大丈夫そうですね。二枚貝の殻の表面ってかなり汚れがたまるんですね。どんな貝を料理するときも必ず殻同士をこすり合わせてゴリゴリ洗うっていうのはやってくださいね。まあ、今回ね薬味としてこのノビルの芽を使っていきます。基本的にね香りが欲しいんですよね。斜めに切るとね、断面を大きくするとねいい香りが出やすくなるので、斜めに切っていきましょうか。わー、鮮烈な香り、鼻にツンとくる食欲の出る香りって感じかな。で先端の方は柔らかいので少し大きめに切って食感の違いなんかも出してみましょうか。でこの先端のネギ坊主ゾーンも食べることができます。では鍋にお水と焼酎、これ焼酎じゃなくて日本酒でもいいんですけど、下処理をしたオキシジミを入れます。で火にかけていきます。で水から煮ることで貝の出汁を取りつつ殻が上手に開くようにすると、まあこれは貝でスープを作る時の鉄則です。で今回作ろうと思っているのはこのオキシジミを非常に愛する韓国の調理法で、まあチゲスープみたいな感じのやつですねをちょっと作ろうかなと思っております。沸き始めてくるとこうやって殻が少しずつ開いてエキスが出てくるんですけど、この時にねちょっと何とも言えない独特な香りというか塩の香りをね少し濃縮したような感じの香りがあるんですよね。でこれをですね調理の中で、取り去ってあげる必要がありまして、でこのまた上に浮いてくるアク、これをね丁寧に取ってあげる必要があります。しばらくねこうやって開いても煮続けていくとだんだんね匂いがねなくなっていきます。この色を見ていただきたいんですけどオレンジなんですよね、すごく。これがねまたねもしかしたら嫌われる原因なのかなっていう気もします。でこのアクをすくうとね一緒に泥と残ってる泥とか汚れとかもすくえるので、まあ、そういう意味でも、ね、いいんじゃないかな。はい、でここで火を中火にしてお醤油を少し、しかしまあ今少しね醤油入れましたがそれはそれとして非常にいい色の出汁が出ておりますね。金色のやっぱ貝の出汁はこの輝く金色なのが良いですね。ちょっと味を見てみましょう。良い、大変良いです。思ったより塩気ないな。でヤンニョンジャンを入れます。なんかコチュジャンでもいいと思うんだけどさ、ちょっとね役割が違うんだよね、ヤンニョンジャンとコチュジャンって。でもどう違うのか具体的にはよく分かっていません韓国の海って特徴的なのが干潟がすごく多いんですね。日本だと、まあ、干潟といえば有明海とか瀬戸内海とか、まあ、ある種限られたところにしかないですけども、韓国はどこにでも干潟があるので、こういう干潟の生物、貝とかアナジャコみたいなやつとかそういうのをいっぱい食べてきた食文化の歴史があります。ヤンニョンジャン便利なんだけどさ高いんだよ醤油もねもうちょっと入れたり、塩気が少し欲しい。醤油はね本場では入れない可能性が高いと思います。入れているのは僕の趣味です。少し煮詰めますか。うん、よし。殻からの身離れが良すぎて殻と身が完全に別々になってるような気がする。でここにノビル、これねノビルはもうほとんど生みたいな感じで食うやつなので取りたてじゃないと美味しくないです。はい、できました。こちら完成です。オキシジミとノビルの芽の韓国風スープですね。本当は韓国のすっげー長い金属製の箸とかスプーンとかあると気分出るんですけど、じゃあとりあえずいただきます。改めてスープを、うまっ。あー
美味しい出汁が出てますね。貝類の中ではめちゃくちゃ出汁濃いわけではないです。めちゃくちゃ濃いわけではないけど弱いわけでもない。貝の中にはね出汁が全然出ないやつもいるので、それと比べるとね非常にね十二分って感じですね。じゃあオキシジミ本体をやってみましょう。いただきます。大きくて歯ごたえがありますね。プリプリした食感もある。やっぱ大きい分歯ごたえがあってよろしいっていう感じかな。イメージ的には色も綺麗ですよね。あーうま。冬の見て冬一番大きいやつだと、まあ中身これぐらいのサイズです。まあまあいいっすよね、サイズ的にもね。やっぱりね全体的にすごい優しい味って感じ。これがねまあお袋の味なんでしょうね。まあ、そういうわけでね今回またこの間の塩吹きに続いて未利用貝であるとこのオキシジミ食べてみましたけども、貝の魅力はいっぱい取れるとこ、本当に無限に取れること、そんでライバルが少ないことで、欠点としてはまあ泥を噛みやすいこと、あとちょっと独特の匂いがあること。ただし独特の匂いに関しては、まあ、濃いめの味付けにするっていうのと調理時にしっかりアクを取り除くことで十分対応ができますし、逆にその他の貝と違って濃い味付けにしても負けない、風味が負けないっていうのは特徴ではあるので、バターとか使っても美味しくなるよね。注意点としては結構皮の環境の影響を受けやすいので、取るところを少し選ぶっていうのが一つデメリットとしてあるかな。まあ、そういうわけでね、まだまだ潮干狩りシーズン続いていくと思うんですけども、このオキシジミのね結構いいのがまとまって取れたりしたら、周りの人がみんなオキシジミ捨ててるからオキシジミはきっと食べられないんだって思うんじゃなくて、ぜひね持って帰ってね食べてみてほしいなというふうに思っております。まあ、という感じでね、今回の動画はこんな感じにしましょうか。また次の動画でお会いできればと思います。じゃあねー。